はい、こんにちは。あ、こんばんは。本日はですね、今日発売ではないんですけれども、来月ですね、10月中旬発売予定の、ブラームス、ブランドブラームスの 22AW、初めてですね、ブランドとの別注をご紹介させていただきます。で、先にお話しするとですね、入荷が、最初にも言ったように、来月の中旬になっております。で、特に、事前に前払いとかをして、お取り置きみたいのは、やってはいないんですけれども、まあ、今日のライブだったり、今日のライブだったり、動画、この YouTube の動画を見て、もう絶対欲しいよっていう方に関しては、お店の Instagram にですね、DM いただけましたら、まあ、仮お取り置きみたいな感じで、ご対応することができますので、最初にそれだけお伝えさせていただきます。はい。というわけで、何を作ったかというとですね、ご覧の通りスタジャン作りました。ですね、まあ、僕の主観の話になってしまうんですけど、多分おそらく今年、コートを欲しいって人多いんじゃないかなと、勝手に空気感で感じているんですけれども、僕の気分はですね、完全にスタジャンが欲しいなと、思っておりまして、で、そんなことを思いながらですね、展示会を回っていましたら、ブラムスですね、スタジャンを実は作っておりまして、すごいいいんですよ。あとで着るんですけど、形とかもすごく僕の好みで非常に良かったので、それを、さらに、パワーアップさせた形で、素材というかね、まあ、厳密に言うと、このボディの部分が、インラインのままなんですけど、袖ですね。あとあれか、ラインか、ここのリブとかも微妙に変えてはいるんですけど、そういう細かいところとか、あとまあ大きいところと素材、インラインで別の商品で使っていたものの素材をこっちに、合体させて作ってもらったっていうのが、こちらのスタジャンになっております。めちゃくちゃかっこいいです。はい。じゃあまずですね、こちらの、ボディの話、ここのフロントの部分ですね、と形についてお話しさせていただきます。こちらはですね、表側にウール、ここですね、このボディの左右の部分、あと後ろもそうなんですけど、ここですね、映るかななんか暗いな今日。ここですね、このウールの部分、ここですね。で、ここ、表側にウール。そして、裏地。これね、リバーシブルなんですよ。ちょっと先に言ってしまうと。じゃあ、リバーシブル仕様になっておりまして、裏地がサテンになっております。そうなんです。ネップ感がね、非常にいい。裏地がこう、サテン、リバーシブルになっております。ダークネイビーかな？いや、黒かな？黒かな？ちょっと僕、目が、でも多分黒だな。リバーシブルになっております。厳選した、極細のウール糸を、ウエイトを軽く、密度を詰めており、柔らかく滑らかな肌触りで、生地に仕上げていると。で、ユーズド感の、先ほどコメントいただいた通り、ユーズド感のある、表面感に仕上げてあります。そう。ネップ、まあ、ネップというか、ちょっと毛羽が立ってるような、これ加工なんですよね。わかりますかね、多分 YouTube とかだとわかると思うんですけど、この毛羽が、ウールの部分の毛羽がね、立ってるような雰囲気の加工をしてあります。これがね、雰囲気がすごく、コメントで褒めていただきましたけど、すごくすごくいい感じになっております。で、裏側ですね、さっきサテン生地の方ですは、スーベニアショップで売られているようなチープなイメージの、ジャケットの生地を肉厚に土詰めして、上品な光沢になるように織っていますっていう、まずフロント部分です。でですね、インラインはどうだったかというと、この袖の部分も同じ、このウールの素材だったんですよ。で、スタジャンにしたいっていうことで、袖をですね、レザーにしたいなぁと、思っておりましたら、おそらくすでにインラインでは、入っていると思うんですけど、今季、ゴートレザー、あ、ゴートスウェイですね。ヤギの、スウェードのレザーを、ブラムス使っていて、それもね、展示会に並んでて、そのジャケットもすごくかっこよかったんですけど、それとこれを合体させてスタジャンにしたらめちゃくちゃかっこいいんじゃないかなっていうのをデザイナーさんに提案させていただいたら、
確かにそれすごく良さそうですねってことで、実現しました。で、次この袖のレザー、これの袖がすごい。で、これ遠くから見たら、まあでも黒には見えないか、暗く見えると思うんですけど、これは黒じゃなくてダークブラウンですね。すごいいい色のブラウンになってます。で、このゴートスウェードのね、すごいしっとりとして滑らかな質感、多分ね、これ映像でもね、その滑らかさの雰囲気伝わると思うんですよね。 YouTube とかだとたまらんんですよ。で、この次このレザーの方の、ご説明しますね。なんて贅沢な組み合わせなんだ。はい。で、こちらはですね、いきますよ。強度と耐、今レザーの話をしてます。強度と耐久性が強いゴートレザーを、光沢を出しすぎず、きめ細やかなスウェードを使用していますと。ゴートの風合いを生かすために、水染めで染色していますと。だそうな、このね、色、ありがとうございます。そのコメントでもあった通り、この配色、めちゃくちゃいいでしょ。ね。この配色、ダークブラウンと、ネイビーのこの配色。なんかスタジャンって、まあなんかこうね、ザ・ストリートみたいな感じで、なんて言えばいいのかな、ちょっと幼い、まあ言い方、語弊があったら申し訳ないですけど、ちょっと幼い感じになってしまうね、ことがありがちだと思うんですけど、ぜひ僕はこれは、僕32歳ですけど、30代、40代、50代、60代、大人の男性に来てほしいなと思っているようなスタジアム。もちろんね、僕よりも若い方が来てて多分全然いいんですけど、この配色がね、素晴らしいです。この配色。で、それを合体させましたよっていうのが、まず一つの大きな要素。で、プラスですね、もう少し、スタジアム要素を強く出したいなと思って、ラインをね、入れてもらったんですよ。インラインの、ここがウールのやつのスタジアムにはライン入ってなくて、袖がね、リブ、ネイビーになってるんです。ネイビーのリブ。そのボディのウールに合わせて、ネイビーにしてもらってるんですけど、そこに、白じゃなくて、ちょっと茶色がかった。だからここもね、ブラウンとの親和性出したかったんで、わかるかな？真っ白じゃないんですよ。ここの袖のリブは。ちょっとね、茶色っぽく、まあ、きなりっぽい雰囲気になってるんですけど、そこのラインを入れてもらってると。ここと、ここのね。要は、まあ、茶色じゃないですよ。ここじゃ、オフホワイトっぽい感じなんですけど、そことここの、親和性と、リブのネイビーとここの親和性を出したかったんで、すごくだから全体感の配色、配色うるさいと思うんですけど、配色に非常に、こだわっております。で、それも別注の仕様なんですけど、これね、多分気づかない。多分言われないと、確かにそうですねって言われると思うんですけど、どこか違和感を感じるような点が一つあると思うんですけど、それはどこかわかりますか？はい。で、どこかというとですね、この首のリブなんですよ。首のリブ。普通ですね、まあ普通というか多分おそらく大体のスタジャン、ここにラインが入ってたら、ここにも入ってるはずなんですよ。わかりますか？ここ。でもね、あえて僕ここ入れなかったんですよ。なんでかっていうと、二つ理由があって、一つは、まあ、首にもラインがあると、さっき言ったその子供らしさ、幼さっていうのをなるべく軽減させたいけど、でもスタジアムらしさを出したいっていう、その折衷案で、下は出したかったんですよね。下はラインを出して、だけど首周りはシンプルにスッキリさせたかったんで、首に、ラインはあえて入れなかったという仕様にしてます。それが一つ大きな理由です。で、もう一個は、これあんまりこう、スタイリングとかには関係ないんですけど、首がライン入ると、この裏ですね、ここ。ここが、もちろんね、毛玉とかになったら、毛玉取りとかするとは思うんですけど、僕ね、汚れとか毛玉とか、基本的に愛着っていう概念ではいるんですけれども、どうしてもね、首周りのなんか白いシャツとか T シャツとかもそうですけど、着てくとちょっと茶色っぽくなるのが僕すごい嫌で、それだけはなぜかわかんないけど嫌で、だからそれが出ないように、出ないというか出づらいように、ライン入れてないです。ここ。ここですね。という仕様になっております。すごく。ベーシックですけどね。ベーシックな作りなんですけど、非常に気合い入って作りました。はい。で、お値段ですね。お値段が税抜きで125,000円になっております。お値段が税抜き125,000円になっております。で、サイズがですね、2サイズでお作りしてます。
サイズ3番とサイズ4番の、2サイズでお作りしていて、このサンプルはですね、大きい方の、4番を、作らせていただきました。ありがとうございます。来たところを見たいですねというリクエストいただきましたので、一旦全てご説明を終わったので、着させていただこうと思います。で、これ大きいサイズです。だから僕は着るならとか僕自分で当たり前ですけど買いますが、僕は、小さい方の3番を買う予定です。これ4番です。かっけー。かっけー。はい。そんな感じです。うわぁ。素晴らしいです。はい。この感じね。こう配色やっぱいいよな。このダークブラウンと。この感じ。これ多分着てくとよりフィリングここのウールのとこ今もねこういう毛羽立っているように見えると思うんですけど、これまあ、めちゃくちゃ着てたくさん何回も何回も着てフィリングかなり出てきた時に、まあ、気になる人は毛玉取りとか、まあ、手で取っていただいていいんですけど、僕ね結構もう古着の延長みたいな感じで着てほしいんで、結構ね残してほしいな、まあ、個人的な思いですけど残してほしいなと思ってます。それでもいやらしくない。でもスウェードはスウェードの部分で経年変化して多分当たりとか絶対出てくるはずなんで、だからねこことここの経年変化がいつも僕経年変化の時差とか言うと思うんですけど、これはね経年変化の世界線が違うんですね。世界線が違うとこでまあ時間は一緒なんですけど進んでるっていうような雰囲気が楽しめると。これいいですよ。かっこいいマジで。4番ね。で僕、毎回言ってますが165センチの55キロになっております。で形すごいいいよって話したんですけど、これすごいいいところが ありがとうございます。よろしくお願いします。で形いいよってご説明したところがしたいのがバランスがすごい好きで、どういうことかっていうと、まあ、後で僕はフーディーとか着てみようかなと思うんですけど、ですね、見てわかる通り身幅かなりしっかりあります。でアームホールの太さもかなりしっかり太いんですよ。だけどですよ、だけど肩幅はそんなに、まあ、しかもこれ僕大きいサイズ着てこれなんで、そんなにこうダウンショルダーというかドロップショルダーとかではないのと、着丈が長すぎないんですよ。だからオーバーサイズじゃないんですよね。オーバーサイズじゃなくて、だらしなく見えない、大人子供らしく見えないシルエットだけれども、身幅がしっかりある袖、アームホールが太いので、下にですね、今 T シャツ1枚ですけど、パーカー着たりとか、ニット着たりとか、肉厚な、まあ一緒か、肉厚なスウェットとかニットとか着て、真冬もいけるように。で、秋口も、まあ10月とかね、まだニットとか着るの暑いと思うんで、T シャツからさらっと着てもいいよねっていう、そのいろんな、まあいろんなシーズンとか夏は無理ですけど、春、秋、冬の、インナーに左右されない、かつ上品に着こなせるっていうサイズ感が僕は素晴らしいと思います。かっこいいです。すごいです。177だと、どっちもいけそうだけど、多分、大きいサイズの方がいいかなと思います。はい。あ、そうです。リバーシブルなんで、そう、リバーシブル、反対側にすると、本当に、ザ・チープな、これいい意味ですよ。いい意味でチープなサテンなんですけど、肉厚な、さっきもお話したように、目のつ、どの詰まったサテンなんで、すごいね、品のあるチープ、もうね、矛盾した言葉で申し訳ないですけど、品のあるチープさなんですよ。こんな感じですね。これ黒かな？ダークネイビーだな、多分これ。はい、黒っぽく見えると思うんですけど。でこっちは、ラインなし。もう本当に超ドシンプルにしました。だからね、方向、表と裏で全く方向性が違うんで、なんですかね、リバーシブル、買ったはいいものの、どっちかしか着ない問題あると思うんですけど、こっち側に関しては、どちらかというと、さっき言って言った、王道というか、今っぽいストリートっぽい雰囲気で、だけど、さっき言ったようにサイズ感が、幼くないんで、大人が、スタジャンをかっこよくストリートっぽく着こなせるようなスタイリングに対応してるかなと思っております。確かに まさにその通り、その通り、こっちが反対側ですね。
いやー、いい。はい。で、値段、最後に、あ、そうなんです。裏側もね、そう、M&M っぽいような、まあ、サテンなんで、そういうちょっと光沢がね、強い雰囲気なんで、全然また違ったアイテムに捉えられますね。で、最後に、まあ、下、僕ぜひそのフーディー合わせて着たかったんで、フーディー着て、そのスタイリング見せて終わりにしようかなと思います。全然まだ余裕あるんで、腕も、身幅も。だこの、パーカーの上に、サイズ感緩いカーディガンとかニットとかも全然着れちゃうと思います。いやー、いいっすね。これだと本当にさっきコメントにあったんですけど、野球の外野席にいそうな、スタイリング。海外のね。うわー、いいじゃん。こんな感じっすね。いい。で、反対側も最後来て終わりにしようと思います。これとかもうめちゃくちゃ僕好みだな。で、はい、こんな感じです。うわー、めっちゃいいじゃん。めっちゃいい。はい、締めても全然余裕があります。スタジャンね、まあ、作ってるブランド多分今季あるとは思うんですけど、やっぱりなんかさっきも話したように全体のトレンド感はなんかコートな気がするんですけど、僕はあえてのスタジャンがいいかなと思っています。はい、以上ですね、来月の中旬発売の、ブラームスのスタジャンになります。で、結構、これかなり気合い入れて作った自信作なんで、在庫は少なくはないんですけど、もうすでに、何件か欲しいですよっていう仮押さえ予約の連絡が、来てるんで、まあ、多分ないと思うんですけど、もしかしたらその上限達しちゃったら、その来月の中旬までに、その仮押さえが、で、その、在庫数に到達してしまったら、通常販売なくなってしまうので、もう絶対に欲しいと。今日の動画見て、絶対欲しいっていう人は、インスタの DM ください。はい。というわけで、一旦、終わりにさせていただきます。ご視聴ありがとうございました。お値段も言ってよね。サイズも3、4と。お値段が税抜き12万5000円。はい。以上です。